カザフスタンの小麦畑本項目ではカザフスタンの農業について述べる。カザフスタンの農業がカザフスタンの経済において占める割合は低いままである。農業の国内総生産に占める割合は10%に満たない6.7%であり、労働者の20%が農業に従事している。また、国土の70%以上が穀物栽培や牧畜に使用されている。 北米と比較すると農業用地の国土に占める割合は低いがカザフスタンの北部地域ではこの数値が高くなる農業用地の70%は牧草地として使用されているカザフスタンにおいて最も収穫口の多い穀物は小麦であるカザフスタンは世界有数の小麦生産国でありカザフスタンの小麦はアフガニスタンイラン中国ロシアをはじめとする 世界各国に輸出されている。他に生産されている作物としては大麦、綿花、シュガービート、ひまわり、アマ、米などがある。カザフスタンの農業用地はソビエト連邦時代にニキータフルシチョフによりカザフスタン北部で行われた諸城地開拓計画の間に土壌の栄養の枯渇が進んだ。これは現在も農業生産に影響を及ぼしている。 カザフスタンワインはアルマトイ東部の山麓地帯で生産されている。2011年、カザフスタンは2009年の2100万トンを上回り、年間収穫量記録となる2690万トンの穀物を収穫した。2012年にはカザフスタン農業省は干ばつ被害のため収穫口が1400万トンにとどまる見通しであると述べた。 カザフスタンで飼育されている動物としてはヤギ、馬、豚、羊、鶏などがある。生産量の多い食肉としては牛肉、豚肉、羊肉、鶏肉とその他の肉がある。羊毛や牛乳、卵はカザフスタンの畜産業における主な生産品目の一つである。カザフスタンは世界で最も狼が生息する国であり、約9万頭が 国内に生息している。ありがとうございます。